松戸市は千葉県の北西部に位置する市、県交都市連合加盟都市。江戸時代には水戸街道の宿場町、松戸塾として栄え、徳川将軍家ゆかりの地としての歴史を持つ。人口は約49万人。日本の市の人口順位において、非政令指定都市、非中各市としては上位に位置し、推計人口基準で同じ千葉県内では、 一川市に次約4500人の差でがいよの人口規模を持つ都市である。松戸駅、西口広場の歩行者デッキ松戸は、水戸街道の宿場町としての歴史を持つ。このため、江戸や水戸との関わりが深く、松戸神社は、徳川光国と縁があり、旧徳川家住宅松戸固定帝は、元水戸藩主の徳川秋武が、明治時代に暮らしていた邸宅である。 松戸には徳川将軍が高狩りをするためにたびたび訪れていた記録もある。江戸川は古くから水運が盛んで、船底の浅い高瀬船が野菜を満載して、農村地域の菓子と江戸の日本橋の青物菓子を行き来していた。松戸にも菓子が置かれ農産物の集産地として賑わった。明治になると蒸気船が登場して、内国通運が日本橋を起点に、 古川や小山を結ぶ定期航路を開設した、矢切の私でも有名である。国鉄の通勤後方面作戦により、複々線化を行った常磐線沿線に位置する松戸駅の西口に位置した旧宿場は、古くから商業拠点として賑わい、現在も集客力のある駅として、松戸市の中心市街地及び市内随一繁華街を形成する単独商圏都市となっており、 千葉県内の常磐線沿線では、柏駅の繁華街に次ぐ規模を誇る。1960年代から大規模住宅団地が、市内各地に造成され、住宅開発が進むと、常磐線、新京成線の鉄道駅周辺が、商業施設などの集まる市街地として発展した。また、幹線道路の整備、拡幅に伴い、ロードサイド型店舗が沿線に立地しているほか、 小金や馬橋には昔からの商店街も残っている。江戸川を挟んで東京都に接し、東京都市圏のベッドタウンとしての性質が強い。東京都区部への通勤率は37.3%であり、いわゆる千葉都民が多い。東京都の結びつきが強いが、逆に千葉県の県庁所在地である千葉市へ鉄道アクセスは良くない。 宅地化が進んだのは太平洋戦争後であり、近年では上野東京ラインが開業した影響により、東京都心へのアクセスの良さや都市再開発が進み、全国共働き子育てしやすい町第一位を記録するなど、制度、施設が充実した町として、ファミリー層を中心に支持を受けている。千葉県の北西部に位置し、県庁所在地である、 千葉市から約20から3 0トルの距離である。東京都の都心から10の2 0トル圏内である。南北に流れる江戸川を生端としている。平野部は関東平野に含まれ、江戸川の左岸にあたる、西部地域は海抜4メートル前後の中石平野で水路が縦横に走り、宅地化が進んだ現在でも、水田や畑地が各所に見られる。東部地域は、 下宇佐大地の生誕となっていて、現在ではおおむね住宅地が広がっているが、1960年代以前は、山林や果樹園、畑が多く見られた。標高は、地域のほぼ中央に位置する時は平駅周辺が最も高く、ここを境にして、市内の河川は西に向かい、東京湾へ流れる江戸川水系と、東に向かい太平洋へ注ぎ込む、東の手が沼。 利根川水系に分かれている。なお、市内を流れる坂川は、北千葉道水路の一部として江戸川に流れている。水戸街道と並走するように、JR 常磐線が、市の中西部から南北に貫き、北部の新松戸駅で、JR 武蔵野線と交差している。松戸駅からは新京成電鉄新京成線が、分岐し、ほぼ市の中央の矢柱駅にて、 JR 武蔵野線が通る深夜柱駅と交差するように市の中央部を横断している。また、南部では北総鉄道北総線が東西に走り、東松戸駅で JR 武蔵野線と連絡している。江戸川と松戸市街地最高海抜は32.4メートル、最低海抜は1.1メートルとなっている。地域工房。 東西 11.4km 南北 11.6km 自然河川、江戸川、北千葉道水路、坂川、柳原水港クリップ市周辺の現代地図に、小金木の範囲を重ねた地図松戸市域は、古くから人が居住し、縄文時代の遺跡が多数見つかっているほか、河原の塚古墳などの古墳も存在する。古代から近世まで、下宇佐国葛鹿郡に属し、 下佐国府にほど近い地であったが、中世以前の松戸地域の記録はほとんど残っていない。平安時代に書かれた、さらしな日記に登場する、下佐の国と武蔵との境にてある太井川というが、上野瀬、松里の渡りの津に泊まりてという記述が、松戸と、おぼしき地名の書室である。松戸は、太日川において、浅瀬を人や馬が渡かできる場所をすわなち、 馬の港を意味する馬津屋、都線上の集落として生まれたようである。歌川広重、富士36系下宇佐小金原江戸時代の地域は、天領、大名領、旗本領が入り組んだ、近郊農村地域で、下宇佐第一条は、小金木という放牧地であった。豊原近信、小金原牧があり引き上げの図、市内の松戸、小金及び馬橋は、 水戸街道の宿場町となっていた。水戸と江戸の間に存在するため、徳川将軍家を呼び、水戸徳川家とのつながりが強く、将軍はしばしば小金木で高刈りを楽しんだ。松戸神社には、水戸藩の二大藩をもだった、徳川三国ゆかりの銀蘭の木があり、松戸には、水戸藩最後の藩主、徳川秋武が建てた、旧徳川家住宅松戸固定邸がある。 三戸街道廃藩地検後の1878年、東葛飾郡医役所が松戸駅に置かれた。松戸地区には国、県の出先機関が置かれ、行政上の拠点都市の性格を持っている。1896年に日本鉄道により現在の常磐線が開通。1943年に東葛飾郡松戸町、高木村、馬橋村が新設合併し、 松戸市が発足。1954年には旧小金町の大半を編入した。諸説あるが有力な説として、松戸一帯には後に小金木が設置されるなど馬の飼育が盛んであった。そこで馬の里から馬里から真里になり、変化して松戸になったと言われる。松戸神社の伝承では、山和武が従者とこの地で待ち合わせたところに祠を、 松ったという古事から、松里、松戸、松戸と称されるゆえんになったという。松戸は、太日川の川べりにある宿場町であり、渡し船を松里から松戸に転じたとも考えられる。太日川を、馬連れで、渡下できる馬松が語源とする解釈もある。建設中の時和平団地2015年国勢調査より、前回調査からの人口増減を見ると、 0.20%減の483,480人であり、増減率は千葉県下54市町村中16位、60行政区域中19位。歴代市町2018年4月1日時点の市職員数は4,123人で、このうち病院事業には1,075人が配属されている。職員数は前年比で44人減少しており、 職員数は年々削減されている。市組織はおおよそ以下の通りである。松戸警察署長者松戸市消防局本部夕方になると防災無線で子供に帰宅を促す放送を行う。使用される局は歌の街。東市と野田市、柏市、流山市、阿鼻子市、鎌ヶ谷市の6市により構成されている統括広域行政連絡協議会で2006年5月に 政令指定都市問題研究会が発足。2006年度2007年度の2か年をかけて、今後の政令指定都市の議論に役立てるため、構成市である6市の基礎データの収集や分析、広域的課題の整理などを行うとともに、政令指定都市制度の研究や統括地域における、シミュレーションなどの調査、研究を行った。2007年4月27日、市川市、 船橋市、東市、鎌ヶ谷市がこの県域の将来的な選択肢の一つとして合併や精霊指定都市への移行に関する共同研究を行う東葛飾、葛南地域四市精霊指定都市研究会を設立した。二千八年七月五日、精霊指定都市移行による効果や影響、意義等について、より具体的な検証を行うため、松戸市、柏市の西による 松戸市、柏市政令指定都市研究会を設立した。第一次産業松戸市総合卸売、市場民設公営卸売市場の松戸市総合卸売市場があり、主要証券は東京都と埼玉県の東部、千葉県西部であり、約500万人の台所となっている。生花棟水産棟関連食品棟食堂棟の4部門、約60店舗からなり、 生花、鮮魚、肉類、生花、関連食品から、放送資材まで、食に関するほとんどの商品を取り扱う。農協主要商業施設大、A、松戸西口店本社、本店ウォーク、企業日本国外、ホワイトホース市姉妹都市日本国内倉吉市、定型都市小牧市住宅団地放送活動森の、ホール21松戸市民劇場松戸市民、開館人形劇屋、 紙芝居等を上演する専門家による財団、お話、キャラバンがあった。市内各地を循環し、子供たちを楽しませていたが、当市の行政改革に伴いボランティアを担い手とする方針が打ち出され、2009年3月に解散した。郵便番号は以下が該当する。三州配局が集配を担当する。松戸市は条例で、 キリンチの保全を目的に保全樹林地区及び特別保全樹林地区を指定している。面積は約20ヘクタールに及ぶ。指定されているのは栗山、矢切の斜面林、千葉大学園芸学部の敷地約3分の1にあたるキリンチ約5ヘクタール。他には、風早神社のキリンチ関山の森、浅間神社の極層林、高谷観音のキリンチなどがある。 またその一部は国の法律による特別緑地保全地区に指定している。千葉西総合病院日本大学松戸市学部、付属病院統括クリニック病院本館2次、医療圏としては統括北部医療圏である。3次医療圏は千葉県医療圏。医療提供施設は特筆性の高いもののみを記載する。医療法人社団設立学会千葉大学。 聖徳大学日本大学松戸市学部2004年から、公立のすべての小学校、中学校の学校選択制が導入されている。正規の PTA が組織されていない、公立学校もあり、保護者の意思形成に課題がある。公立中学校では登校すると学校が指定する体操着、ジャージに着替える。近年、管理教育が盛んだった時代に行っていた。 行間体育を復活する小学校が現れているの、教育の遠隔については管理教育も参照。松戸市の教育の遠隔としては、1970年から1980年代の人口急増に伴い児童、生徒の数が1000名を超えるようなマンモス校が増え、仮設校舎での授業や学校の新設が相次いだ。未熟な地域コミュニティの中で規模の大きい中学校では、 校風があれ、校内暴力が発生したこともある。その後、学校の正常化のため、威圧的な管理教育や、部活動を奨励する、学校運営が長年続けられてきた。大学専修学校高等学校中学校、新松戸北中学校は2009年、小金中学校と統合した。小学校、理科大、寒風大の両小学校は、 日本で最初の5階建て建築の小学校である。特別支援学校部活動改革伝統的に部活動は突出して盛んで、小学校、中学校は早朝から、中学校は休日も部活動の練習がある学校がほとんどであったが、スポーツ障害の予防、地域活動等への参加、心身のリフレッシュ。 教員の働き方改革等の社会的要請から2019年1月に松戸市運動部活動指導の指針が作成された。指針は市内のすべての小学校、中学校に適用され、大会の参加は生徒と顧問職員の過度な負担にならないよう、学校長による精査責任が新たに明確にされた。主な内容は次の通り。 松戸市公共施設再編整備基本計画2019年1月に松戸市公共施設再編整備基本計画が公開され、その中で松戸市内すべての公立の小学校、中学校を対象に、統廃合の検討、再配置の検討が行われる案が出されている。さらに、市立東部小学校と第五中学校を統廃合し九年生の小中一貫校にする。 東武学園構想の検討も公表されている。ただし、両校の学区は、宅地開発等による人口増加が見込まれる地域でもあり、公共施設再編整備推進審議会に出された資料によれば、2030年に、東部省の児童数は738名、第5中の生徒数は1315名に膨れ上がる、推計となっている。 小中一貫硬化後の児童生徒数は約2000名と見込まれ、全国で最大規模のマンモス校になる可能性もあるなど、課題も多いの標準学級数は1校あたり18から27学級でこれを大幅に超える。松戸市七草マラソン大会が松戸運動公園で毎年正月明けに開催されている。スポーツ施設松戸運動公園野球投資を本拠地と、し。 日本野球連盟に所属する社会人野球相撲松戸市を本拠地とし、日本相撲協会に所属する相撲部屋テニスサッカーリーク上松戸市の市外局番は04739となっていたが、1964年7月26日より0473に変更。1997年1月1日には松戸市を含めた0473区域の市内局番の不足に伴い、 047に変更された。収容局は以下の4ビルが該当し、市内局番は以下の通り。松戸駅東松戸駅、馬橋駅市内には6つの事業者が運行する8の旅客鉄道路線と20の鉄道駅がある。常磐線各駅停車は東京メトロ千代田線へ直通していることもあり、地元住民や不動産業者からは千代田線と呼称される場合もある。 計画、高層段階地下鉄11号線の松戸延伸が2015年までに整備し着手するのが適当である路線と位置づけられている。松戸駅、東口バスターミナル松戸新形成バスコミュニティバス2017年12月16日からバスの空白地帯であった中和総地区への交通の便を確保する目的で実証運行を開始。 松戸インターチェンジ時和平桜通り高速道路、一般国道主要地方道一般県道自転車道、剪定道路神社松戸神社寺院万万寺礼拝堂、遺跡場跡、神谷跡松戸執行亭歴史館旧跡かつては、以下のような著名な劇場が多く存在していた。21世紀の森と広場自然、公園その他国、県指定及び国登録文化財一覧。当をにした、 作品、歌謡投資でロケが行われた作品、ありがとうございます。